こんにちは、スマユーチームのゆいです。今回もスマユーチームが獲得した優待をご紹介します。株主優待を久しぶりに再開した IT 企業です。ご紹介するのは株式会社イルグルムさんです。大阪初の IT 企業として、関西のベンチャー業界では昔から有名な存在でした。2014年に上場されて、2019年には社名をロックオンから現在のイルグルムに変更されています。マーケティング DX 支援事業とコマース支援事業の日本柱を持つ IT 企業です。それぞれを簡単に説明します。まずはマーケティング DX 支援事業です。主力サービスはアドエビスです。インターネット広告の効果測定ツールで、国内で高いシェアを誇ります。インターネットで広告を出した時に、各広告が注文だったり会員登録だったりといった成果にどのぐらい結びついたのか、成果は出たとしても費用対効果で見たらどうだったかなど、様々なマーケティングデータを調べられるサービスです。他にもインターネット広告に関連するサービスをいろいろ提供されています。そしてもう一つがコマース支援事業です。 EC サイトを構築するためのパッケージソフトウェア EC キューブが中心です。EC キューブはカスタマイズや新たな機能の開発にエンジニアや開発会社が積極的に携われるオープンソースと呼ばれる形式をとっています。この EC キューブを取り巻くプラットフォームの運営や、 EC キューブを使って EC サイトを作りたい顧客に対して構築や運用の支援といった事業が含まれています。それでは業績の推移を見てみましょう。本社は大阪府大阪市の北区、当初グロース市場です。アドエビスをはじめとするマーケティングツールは、一度導入されると継続的に利用料が発生するため、安定した売上高で推移しています。また利益もしっかり確保されています。イルグルムさんは前の社名のロックオンの時に、大阪のご当地商品などが当選する株主優待を実施されていましたが、2017年の9月の権利確定で廃止をされています。ところが昨年2023年の11月に、2024年3月の権利確定から年2回で株主優待を再度導入するという発表をされています。新しい制度での株主優待が今回届いています。それがこちらです。もらって嬉しいアマギフこと Amazon ギフトカードです。100株以上の保有で1000円分になります。こちらの案内の紙も同封されていました。岩田社長の直筆の署名もプリントされていました。はい、では封筒から出してみます。こちらですね。この裏側のシールの下側にあるギフト番号を Amazon に登録すると、自分のアカウントに1000円分がチャージされてお買い物に使うことができます。では最後、簡潔にスマユーポイントです。スマユーポイントでは株主優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきます。権利確定は3月と9月の年2回です。100株以上の保有で一律 Amazon のギフトカード1000円分がもらえます。株主優待を獲得するための最低投資金額とその場合の利回りを確認します。100株保有で1000円分が年2回、優待利回りは年間2000円分で計算しています。はい、イルグルムさんの株主優待の紹介でした。投資金額6万円台という比較的手頃な金額で、実用性のある株主優待が年2回もらえるというのは、個人的にはなかなかいいなと思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。次回も皆さんの参考になれるように頑張ります。また見てくださいね。